ますよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。中山さん、これ何か分かります？これ何ですか？これ分かる？分からない。分からな い, らないこれね、中にドラム缶ヒーターが入ってる。ドラム缶ヒーター、 こんなちっちゃい箱に、うん、そう。ちなみにね、うちのヒーターがこれ何倍あるの？この大きさ4分の1のサイズぐらいですね。まあ、こういう風に入ってるんだよね。で、こういう風に丸めてる理由っていうのは、やっぱりこう折りたたむと中の線がね切れちゃうから、まあ、こういう風に入れてるんだけど、はい、まあ、そうするとね、この大きさになるんですよ。まあ、これが普通ね。なのにこの大きさ大丈夫ですかね。どう思いますか？安全なのかな。そうですよね。ちっちゃすぎる。開けてみる？開けてみましょうか。はい。開けますよ。はい。出せる。だいぶ巻き込んでます。うわ、幅同じだね。ミス。シンナーの面が。さあ。これね、これちょっとシンナーだね。わ、すごい、本当はすごいシンナーの匂いしてる。わ、すごい。え、ヒーターだけじゃない？え、こんな両面テープ？両面テープですね、これ。 SBM の脱着ができないってことですか？一回貼ったら終わりです。貼ったら貼りっぱなしですね。サーモサットはないですよ。温度調節できないですね。わかんないですね。何度になるんだろう。ヒーター、うわ、これ怖っ。怖いですね。ちょっと松本さんから良くないポイントを改めて。はい、安全性ですね。サーモサットがないので非常に危険ですね。温度が上がったら上がりっぱなしになりますね。今何度か分からない。分からないですね。後ろはね、両面テープなので、もう貼ったら貼りっぱなしですね。なるほど。剥がせない。このドラム缶しかヒーターは使えない。そうですね。金属で、なんか金属の破片がついてるんですよ、これ。怖いです。これなんだ、これ。これが発熱線なのか、それとも単に表面に付着しただけなのか。またそのやっぱりこうシワみたいな、よろしくないです。熱をかけると、この多分この空気がどんどん膨張してるんですよ。なのでぷくっとこう膨れ上がるかもしれませんね、これね。そうですね。松本さん、これ、お客さんが、うちこれ買おうと思うんですけどって言ったら、なんて言うんですか？もう全力で止めますね。危ないって言う？危ないですもん、これ。はい。ちなみに、スリーハイさんの方も、ヒーター、ちょっと、あ、はいはい。どういう安全面？30度から80度の温度制御ができて、サーモスタットがついている点、温度ヒューズですね、これ2個ついてますので、過小温防止として、まあ、設定温度以上に上がってしまった時に、何か異常があった時に、ちょっと溶断できるようになっているところが売りですね。あと、電気用品安全法の PSE ですね、ここに認定を得ているので、安心して使っていただけるものになります。あと、巻きやすいところですね。さっきの普通のものなので脱着が可能というところ、何回でも使っていただけますし、そのドラム缶が変わってしまっても、あ、別のドラム缶にも使えるので、今使い回しはできますね。全然違いますね。これはびっくりですね。新鮮さはすごい感じます。同じなんですか？同じですね。歌ってるスペックは一緒。同じですね。結構100度以上は上がりますよね。これは、はい。ちょっとこれは繋ぐのは怖いですね。とりあえずちょっとお二人の驚きが、はい、想像以上で。これは本当に最初のね、素直なリアクションだよね。全然なんかね、持ってないよね。そうですよ。あとね、やっぱりこの電気用品なので使い方を誤ると非常に危険なんですね。で、これ見て分かる通り、温度コントローラーもついてないですし、またね、こういう金具が、金属がむき出しになってたりとかしますので、非常に危険です。ちゃんとね、規格の取れた温度コントローラーのついたヒーターを皆さん選んでください。